天津条約は中国の天津において、新国と諸外国間に締結された17条約の通称。1856年に始まったアロー戦争で、英仏連合軍が公州を占領し、その後さらに北上して天津を制圧したため、新朝が天津でロシア帝国、アメリカ合衆国、イギリス、フランスの4国と結んだものである。 この条約は広範囲な外国の特権を規定しており、それ以後の不平等条約の根幹となった。新朝側代表は大学士、桂良,良であった。まず新朝は、ロシアと1858年6月13日に締結、その後6月18日にアメリカと、さらに6月26日にイギリス、6月27日にフランスと締結した。 軍事費の賠償外交官の北京駐在外国人の中国での旅行と貿易の自由、違外方権外国観戦の様子交通港の権利保障キリスト教不教の自由と宣教師の保護、牛層、当州、観光、旧港、新港、台南、淡水、長州、京州、南京の重港を外交公文書における西洋管理に対して、エビスの文字を使用しないを、 主な内容とするが、A フッツ軍が引き上げると、新帝では条約に対する非難が高まり、条約の批准を拒んだ。このため、A フッツ軍はさらに天津に上陸、北京をも占領したため、ロシアの仲介で1860人の北京条約が締結され、天津の開港や外国公使の北京駐在、九流半島南端の英国への割譲が追加された。したがって、 1858年の転身条約は1860年まで履行されなかった。ありがとうございます。